はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、AUPEI PONTA 統合キャンペーン7月は、PONTA の定携店舗で、a u p e で決済すると毎日4%還元、サンタロの日は7%還元ということで、今回は a u p e と PONTA のキャンペーン情報についてですね、この動画では、そのキャンペーンの解説と、まあ、実際に僕もキャンペーンに参加したので、まあ、そこで気づいた点など含めてですね、サクッとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう ということで今回こちらですね。エントリーして対象のポンタ定携店舗で AUP 決済をすると、誰でもポイント増量中というようなキャンペーンですね。まあ、ちょっとあの先日発表されたロソンのキャンペーンとちょっと似てる感じですね。で、こちらのキャンペーンですけども、まあ、先ほど冒頭でもお伝えしたように、とりあえず誰でも期間中、毎日4%の還元がされるというようなキャンペーンとなっております。 で、この4%還元なんですけども、税込200円ごとに8ポイントずつとなっていますので、もし199円とかであればポイントは還元されませんので、ここは間違いないようにお願いします。でですね、a イペンにはサンタロの日というのがあるんですけども、3、13、23日というサンタロの日ですね。まあ、これに関しては7%還元されるということで、 この場合は200円ごと、税込み200円ごとに14ポイントが還元されるということになります。結構お得ですよね。で、この還元率などを含めて後ほど解説もするんですけども、au スマートパスプレミアム会員、これ有料会員なんですけども、その場合はプラス3%が還元されるというような感じなので、まあ、かなりお得なキャンペーンとなっております。で、このキャンペーンなんですけども、期間は7月の1日からすでにスタートしておりまして、7月の30日までの7月いっぱいのキャンペーンとなっております。 で、参加するためにはですね、必ず専用ページでエントリーが必須となりますので、まあ、必ず参加する際は専用ページからエントリーを行ってください。で、ちょっと細かいところに入っていこうと思うんですけども、まず、付与されるこの上還元の上限なんですけども、これは 1AUID あたり1回に300ポイント、月でトータルで3000ポイントが還元されるということになります。で、対象の決済方法なんですけども、AU ペのコード支払いということで、AU ペで読み込む場合であったりとか、もしくは、あのー、 コードを店員さんに見せる時ですねそのコード支払いであったりとか、あと、a u p イのクレジットカード払い、<laughs> a u p イプリペイドカード、なんか思い出しますね、あれを。で、a u p イのクイックペイプラスですね。このクイックペイプラスで決済する場合は、a u p イのクレジットカード、もしくは a u p イのプリペイドカードを設定した場合であれば対象ということになります。 で、付与される時期なんですけども、翌々月末頃ということで、まあ、付与されるポイントは、ポンタポイントということになります。まあ、なので忘れた頃に付与されるという感じですね。ここからはですね、まあ、それぞれの支払い方法によって、還元率ってのが若干変わってきますので、それぞれ見ていこうと思います。まずこちらですね、青で囲っているところから見ていただきたいと思うんですけども、通常の日ですね、特にそのサンタロの日とかじゃない時ですね、この場合、AUP のコード支払いであったりとか、AUP のプリペイドカードですね、 まあ今はちょっと a u p イプリペイドカードはまあなかなか出てないと思うので AU オレットプリペイドカードなのでまあ決済した場合もともと決済した場合 a u p イのベースポイントが0.5%還元それに加えて今回のキャンペーンであれば3.5%プラスされるのでこれでトータルで4%還元がされるというものになります で、次にですね、aupay のクリジットカードですね。auore トクリジットカードをもしお持ちの方の場合は、まあこれは aupay のコード決済を使わないので、とりあえず4%還元がされるということになります。まあもちろんですね、クリジットカード分の1%も通常ポイントとして貯まりますね。 続きまして、このサンタロの日ですね。まあ、先ほどもちょっとお伝えしたんですけども、7月の3日、13日、23日、3月9日ということの、ま、ちょっとしたイベントなんですけども、まずこの場合ですね、AU ペイのコード支払いであったりとか、AU ペイのプリペイドカード、AU オレットプリペイドカードで決済した場合は、まず、 au ペンののベースポイント0.5%が入りますで、その後に今回のキャンペーンのポイントですね。まずこれ、au ご利用以外の方の場合は、とりあえず6.5%がプラスされて7、7%還元となります。まあ僕は au ユーザーではないので、とりあえずサンタラの日は7%還元がされるということですね。で、もしですね、この au スマートパスプレミアム会員という有料の会員があるんですけども、まあ月額情報量、税抜きで499円かかるサービスなんですけども、それにもし入られてる方であれば、サンタラの日はプラス3% 10%が付与されるとというこでま,まあこれはね全然無理に入らなくてもいいのでもしそれに入らないっていう場合でも、まあ、こちら7%還元はされるのでそれはそれで結構お得なんじゃないかなと思いますで次にもし au ユーザーの方ですね au の携帯を利用されている方であれば最初のまあベースポイント0.5%それに加えてサンタロの日であれば9.5%が加わってこれでトータルで10%還元がされるとでそれに加えて au スマートパスプリト イメモ会員であればプラス3%が加わるのでトータルでまあ13%分が 付与されるというものになりますで次にですね aupay のクレジットカードをお持ちの方の場合ですねこれがサンタナの日の場合なんですけどもその場合は今回のキャンペーンであれば au ユーザー以外の方であれば7%が還元されてなおかつスマートパスプリメム会員の方であればそれに加えて3%が入るということになりますちなみに au ご協力されている方に関してはとりあえず10%還元されてさらにスマートパスプリメム会員の方であれば3%も加わるので13%分の還元を受けることができるという流れになっております まあざっと還元率に関してはこんな感じとなっておりますで次に、まあ、全部の全部ポンタの提携店舗で使えるではなくて対象のポンタの提携店舗で今回はキャンペーンの分が付与されるということなんですけどもそれがこちらですねまず上から見ていただいたらわかるようにまず家電量販店であればビッグカメラ小島ソフマップでグルメのジャンルであれば僕が知ってるところであればスキヤとかビッグボーイはま寿司とかですかね で、下見ていただいて、書店であれば、えマルゼンとかジュンコ堂であれば、僕は、もう知ってますね。あと、ライフスタイルっていうジャンルであれば、ゲオ、セカンドストリート、その他であれば、青木、高島屋、友津っていう感じですね。 で、これ、公式ページにもちょっと出てたんですけども、対象の加盟店に関しましては、順次追加予定でございますので、ま、あいつその追加されるかっていうのは、とにかくには出てなかったんですけども、まあ、随時ですね、このキャンペーン参加される方に関しては、公式ページ結構まめにチェックするのはいいの、いいんじゃないかなとは思います。でですね、ま、あここからなんですけども、僕が実際にこのキャンペーンに参加してきましたので、この今、矢印に入っているすき家で早速利用してきました。まあ、そこではですね、高菜明太マヨ牛丼を食べまして、ま、あ朝一から食べてきたんですけど、 まあその際はですねまずポイントカード会計の際にポイントカードをまず提示するとポンタポイントカードですねでその後にエイユペのコード決済で、まあ、支払うという流れになりますで無事にですね支払い完了したんですけどもちょっとここで一つ気づいた点がありまして まあちょっとですね、ま w、あ、ツイッターでも呟いたんですけども、今回の支払いでの還元予定のポンタポイント3ポイントということになってるんですけども、これちょっと僕の何か間違えてるのかなとか思って、というのもですね、AUP で決済した時って、ここの枠の中に、まあ、あなたはどれぐらい付与されますよっていう、まあキャンペーンのポイントもここに出てくるんですけども、まあ、その時、この決済した画面には出てこなかったんですよね。まあ、多分この今回のキャンペーンがそのポンタのキャンペーンになるからここに表示がされてないのか、 まぁちょっとそこは謎なとこではあるんですけども、もしちょっとこのキャンペーンですね、すでに参加された方は、実際にその画面がどんな感じの画面だったか、ぜひですね、下のコメント欄に書いていただくと嬉しいです。僕もこうでした、私もそうでした、みたいなコメントがあると、まぁ、あ、多分僕の何かしらの間違いではないとは思うんですけども、まぁ、あ、ちょっと情報いただければ嬉しいです。で、最後にですね、今現在開催中のキャンペーンの日程ですね、aupay とポンダに関するキャンペーンをまとめさせていただきました。その日程がこちらなんですけども、まず上から 見ていただいたら分かるように今お伝えしたキャンペーンですね定型店舗で誰でも4%還元キャンペーンこれは7月の1日から始まっていまして7月の31日までの7月いっぱいのキャンペーンとなっております で、ローソンでも4%還元キャンペーンですね。これ以前動画でもちょっとさせていただいたんですけども、これは全現在、まあ絶対開催中でございまして、7月の1日から始まって、これは終了日程は決まっていません。そして、デマ館カンとピザハットの最大10%還元キャンペーンですね。これも現在開催中でございまして、9月の13日までとなっております。そして最後4つ目なんですけども、これはまあ、ポンタに関するキャンペーンということで引っ張ってきました。ポンタポイントを JAL のマイル交換レート20%アップキャンペーンということで、なのでもしですね、まあ まあポンタポイント貯められていてジャルのマイルに交換する予定のある方はこの期間中結構ちょっとお得ですので、まあ、ぜひこれも狙ってみるのもいいんじゃないかなと思いますまあそんなこんなで今回は英雄ペイとポンタの統合キャンペーンについてお伝えをさせていただきましたまあちょっとこれはですね本当に利用頻度自体はそんなに多くはないとは思うんですけどもまあちょっとその隙屋であったりとか浜寿司に行くときその時はこのキャンペーンはちょっと参加してみようかなと思っておりますでですねこの動画 をアップするのが7月の1日にアップをしますので、ぜひです、ね、この動画見られて明日7月の3日が早速サンタラの日ですので、そこでぜひですねビッグカメラであったりとか、あとはその先ほどお伝えした外食のお店であったりとか、そのタイミングで使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、その際はですね先ほどお伝えした200円ごとにポイントがもらえるということと、その時はですね還元上限とかも1つ気をつけていただければと思います。で今回お伝えした先ほどお伝えした今回4つのキャンペーンですね。それについては下の 概要欄にリンクそれぞれ貼っていますので詳細気になるなって方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、ちょっと今回7月に入ったということで皆さん LINE ペイのクーポン使われてますかねあの、月が変わると今持ってるそのクーポンがリセットされてまた新たに付与されるというもので好きなクーポンね。僕の場合はプラチナランクなので10枚までもらうことができるんですけども、まあね、このクーポンについてはなかなかね、これ賛否両論出てきたような感じではありましたね。まあ、例えばですね、今ちょっと左、一番左のオレンジの部分なんですけども、ちょっと薄くなって見えなくて申し訳ないんですが、あのファミリーマートで10% 最大500円オフであったりとかローソンの10%オフのクーポンであったりとかいやね、ここよく見たら以前と比べたらですね、前100円引きとかのクーポンだったんですけどもまさかの10%オフとかに変わってるんですよね。で、次真ん中の部分であればウェルシアグループであれば10%オフで、マツキヨとかサンドラックココカラファインとかツルハドラックとかですね、まあ、それもトータルでまあ全部10%オフクーポンですね。まあ、これもですね、100円引きクーポンだったにもかかわらず こんな感じのクーポンに切り替わってましたね。さいそして最後、右側の一番黄色のところですね。松屋であれば100円オフ、吉成100円オフ、すき家100円オフとか、くら寿司5%オフとか、まあ、ここはまあまあ全然いいかなとは思うんですけども、いや,やっぱりこう個人的な感想を言うと、コンビニとかローソンとかあのドラッグストアもそうなんですけど、ここら辺は全部100円オフのクーポンの方が個人的にはちょっと良かったかなというふうに思いますね。まあ、そんなにね、やっぱこう、今回10枚使って分かったのは、 それだけでもちょっと大変だなっていうふうに思ったんですけども、またさらにね。 ちょっとそれを追い打ちをかけるかのように、まあ一応10枚もらえたのは全然 OK なんですけども、この最大、まあその500円オフとか、最大2000円オフになるまで、そこのお店にそんなにお金を使うかって考えたらちょっと微妙なとこではあるんですよね。まあもちろんね、行きつけのお店であれば結構消化自体は簡単だとは思うんですけども、ちょっと今回のこのクーポンどうしようかなっていうふうにはちょっと思っております。まあぜひですね、この l i n e p イのクーポンについて思うことがあればですね、こちらもぜひコメント欄に書いていただければと思います。ということで。 ありがとうございました。